昭和20年、敗戦に打ちひしがれた廃墟の東京。お米もなかった、ミルクもなかった。しかしその試練を乗り越えて子供たちは成長しました。満20歳の成人式を晴れて迎えた終戦子たち。みずみずしい若さと力にあふれたこの青年たちのように、東京もまたたくましく豊かに生まれ変わりました。